棺の入っていない棺保護容器墓穴は、死体が埋葬される場所である。墓穴は、通常、墓地や、共同墓地等、埋葬のために特別に設けられた地域にある。埋葬された死体の状態や副葬品等、墓穴の詳細は、考古学者が、埋葬者の生前の暮らしぶり、生存時期や属していた文化を推測する手がかりとなる。ある宗教では、 魂が生存するために死体は焼かなければならないと信じられているが、他ではそのまま埋葬されるところもある。墓穴の利用には、いくつかの手順がある。掘削の深さは、表面の土をのけるだけの浅いものから、棺を収めるために1.8メートルかそれ以上深く、掘るものまで様々である。しかし、アメリカ合衆国の近代の墓穴の大部分は、 1> 約1.2メートルの深さで、コンクリート製の棺桶ケを収めるものである。墓穴が掘削される時に掘り返される土である。しばしば墓穴を埋め戻すために、そばに積まれる。圧縮された土は、掘削時に緩み、また掘り出した部分に棺を埋めるため、しばしば土は余る。そのため、墓地では、元の土壌よりも土の層が厚くなっている。死体は、 服装品と共に関東の容疑に収められ埋葬される。地下納骨書は墓穴の中で死体を安置するために作られる構造である。異物を潰さないために用いられ、家族等複数の棺を収められるようなものもある。埋葬後、掘り出した土が元に戻される。地面と同じ高さか小山状に埋められる。墓石が最もよく知られているが、 縁取りや墓標等で飾られている場合もある。ブラチスラバにあるユダヤ教の破壊し墓地は通常、崇拝の場所の建設と同時に設立され、崇拝の場所そのものの中や地下に埋葬する、金銭的余裕のない家族等に用いられてきた。大部分の文化において、非常に裕福なもの信仰の厚いもの貴族や、その他の社会的に高い地位についている人物は、 数拝の場所そのものの中や地下にある個人のイタヤン地質に名前や死亡日の記録やその他の電気上のデータ等を書き記したものと共に埋葬された。ヨーロッパではしばしば一族の紋章も共に描かれた。ありがとうございます。